久保さんいやあ、あれからもう8年ですか。早かったですね。そう。まあ、今回のテーマはですね、有料級の話ですね。有料級の話。今日ね、朝起きたらですね、メッセージ来てまして、吉田さん、有料級の話でしたみたいなね。まあ、あの、LINE で質問いただきまして、そこに対して、あの、アンサー動画をね、撮ったんですけど、そのアンサー動画っていうのが、 まあ情報発信を最近始めて、まあその方はですね、結構その発信できるようになってきたんですよ。で発信できるようになってきたからこそ、その批判がこう届くようになってきたと。うん、でそこに対してまあアンサー動画をしたら、キレッキレでしたみたいなね、有料級でしたって,っていただきましたけど、久保さんが、 あのー、なぜそのバックエンドまで買いこうかあのー、まずねフロント商品ねスマホスマホスマホ十何時間パックみたいなねスマホなんだスマホ最速プログラムかスマホスマホ最速収益化プログラムだ <laughs> 思い出した <laughs> このね確かね2000円か3000円ぐらいのフロント商品からバックエンドまでなんで買ってったのかって話なんですねこれ単純にあのー 有料給を無料でやってきたから、そこで信頼がついたからだと思います。当時、あの、無料でもね、ライブっていうのをやってて、そのプロモーションを売る上で。だからそのスマホに関してはあの、ウェブスクールみたいなのね、もうやってたんですけど、その、無料でお客さんの質疑応答を、まあ当時ね、 YouTube そんなに、まあ YouTube ありましたけど、YouTube も使ってたんだけど、ライブは YouTube なかったんですよ。で、ライブするには y o u t r e a m っていうね、今 y o u t e a m 使ってる人多分ほぼいないと思うんですけど、<laughs> 当時 y o u t e a m 全盛期だったんですけど、まあその時にどれぐらいやってたかっていうと、お客さんの質問に対してね、えっ、ー、とそう、20時から、20時からこう始めて、朝方の5時までやるっていうね <laughs>、どうですかね。 でもお客さんのひたすら質問に対してね、回答していく、講,講義もしてね、それ無料でやってたんですよ。無料で <laughs>。で、それが定番になって、その、じゃあ、有料やるときに何したかっていうと、これはまあ商品作る上でも、まあ、参考にしてほしいんですけど、じゃあ、そのスマホの、ね、バックエンド作っていくと、ウェブスクール作っていくと、で、その時に、 えー、無料で有料級のをやっててそれで好評だったからその無料でやってたのを有料にするっていうね無料で有料級のをやってでそれが好評だったから有料にするっていうねだからウェブスクールのメインっていうのがその、えー、朝5時までやるっていうねスパルタンなねあの内容だったんですけどそう。 だからまあ、あのー、なんでお客さんが、まあ、久保さんがね、その、YouTube で2億、3億行きましたよっていうことなんですけど、これは、あのー、無料なんだけど、なんか、有料を、あ、これ良かったなっていう、なんか、なんか、気づけ、気づきが得たな、なんかすげえ良かった、いい話聞けたなっていうことが、思ってもらえたから、有料につながったと思います。例えばね、 例えば、まあ、試食コーナーあるじゃないですかで。試食コーナーの、じゃあ無料ですっつって、新商品出ましたねっつって、無料の試食コーナーってあるじゃないですか。じゃあその無料の試食コーナーで、じゃあ食ってみたとするじゃないですか。じゃあ食って、食ってね、あのゲロを吐くようなクソまずいあの無料を食べた場合、有料を買う確率はどれぐらいありますか多分ね、ほぼ100%ないですよね。 あります無料のね、ウインナー食ったら、クソまずくて、なんかカビ吐いてたと分かんないですけど、まあそういうのはないですけどね、それはさすがにないと思いますけど、でも、無料でクソまずかったら有料買わないですよね。うん。だからまあ、その久保さんの秘密っていうのは何かっていうと、無料でも有料って感じてくれた人がいたから2億なんですよ。わかります でもこんな話すると仕切りがちょっと高くなるんですけどもあのなんだろうなその有料に価値を感じるのって人それぞれ違うんですよ例えばあの n i t 2 0 0 0キットねじゃあキットに価値を感じる人って全員が感じますか久保さんはね昔から憧れたキットだっつってね 何千万でも払うわけですよ。払いますじゃあ、きっと知らない世代って、多分、そんなに久保さんほど価値感じないと思いますよ。もはや、いらないっていう。だから、人それぞれ価値の感じ方ってのは違うんですよ。なんで、あの価値の感じ、じゃあ、初心者の人でもね、 その有料級の話をする方法っていうのがあってそれは何かっていうとそれがその人の悩みに対してのアンサーこのワンツー動画っていうねこれが一番価値を感じますだからその一番最初のねスマホ最速収益化プログラムで僕がやってたのっていうのはライブ放送ユーストリームでまあ1対1ではないですけどライブで質問を言ってライブの中で1対1をやってたんですよライブの中で1対1 読み上げて、読み上げて、僕がね、カメラマンとしてやってましたけど、山口さん、こんな来ましたね、みたいなね <laughs>、やってましたね。うん。だから、1対1でやるから価値を感じてもらいやすいっていうね。まあ、絶対価値を感じてもらえるかどうかはわかんないですよ。ただ、確率的には、1対1でやった方が価値を感じてもらえる可能性が非常に高くなります。有料級な話になる確率が非常に高くなります。 だビジネスって僕は確率だと思うんですよね、ビジネスって。確率が低いビジネスをしますか例えば、億万長者合宿でもいろいろ言ってますけど、今ね、ポケベルを売って大成功する確率ありますポケベルを売ってね、大成功する確率はあ,るあります多分ないと思います。iPhone を抜けますか ?iPhone トイレを抜けますかポケベルって。 だ確率じゃないですか。じゃあ、確率が低いビジネスでやるのか、確率が高いビジネスでやるのかじゃないですか。じゃあ、動画に関しても、お客さんに有料と思ってもらえるようなあものをやった方が売れる確率は高くなりますよね。なおかつ、有料と、じゃあ、有料と思ってもらえる信頼を作れる確率が高くなるのってワンツーなんですよ。うん。その人にピンポイントでアンサーしていくっていう。 だこれをライブでやるのか、だから g o さんとかね、全部ライブでやってますけど、確かね、もうちょっと大悟さん見てないんで分かんないですけど、ずっと多分ライブしかやってないですよね、DAIGO さんって。DAIGO さんってすごいな、なんかね、やっぱすごいなと思いますね、ライブでね、ずっとやってるみたいなね。DAIGO さん。DAIGO さんって今、DAIGO さんってライブっすかね大悟。多分ねだ、ライブしかやってないと思うんですよね、DAIGO さんって。 ほぼ、ほぼあれじゃないですか。あやっぱライブですよね。全部動画。あ全部ライブだな。あ、ライブじゃないやつ、あった。あ、サイヤマン出てんじゃないですか。サイヤマン出てる。<laughs> ダイゴさんとサイヤマンコラボしてんじゃん。サイヤマン。サイヤマン知ってますかサイヤマン。いや、この人もね、YouTube 歴長いんですよね、サイヤマン。 サイヤマン、サイヤマングレート。サイヤマングレート46万人いってるわ。この人もね、昔からずーっとやってましたからね、筋トレ動画。この人なの、サイヤマン結構長いだろうな、確か。7年前からやってますね、サイヤマン。<laughs> 今ね、筋トレブームですけど、サイヤマンね、ずーっとやってましたよ。そう。そう。前はね、全然再生されてなかったんですけどね、サイヤマン。 40万人かすげえな。ずっとやっぱ一点張りでやってますね。はい。まあ、ということで、まあ、有料級の、ね、あのー、この話をね、こうやっていくためには、ワンツーが一番あの手っ取り早いってことです。久保さんが2億円稼げたのは、これを徹底的にやったからです。もうそれ以外ないです。ね、久保さん。そうじゃないですか。あのね、山口陸時代のね、 このねやり方をね継承していただいてるんじゃないかなっていう <laughs> <laughs> あやりましたねあの時ね20時間ライブもねそうやりたな朝9時からね広島の久保ですみたいなほう久保さんだ <laughs> <laughs> スタンバイしてましたみたいなねう、うん、多分ねまあ僕はね発信してる側こう仕掛ける側なんで あの、視聴者側ってあんまないんですよ。ってかね、ほぼな、ほぼないんですけど、多分ね、名前呼ばれるとすげえ嬉しいと思いますよ。名前呼ばれるだけでも。ね、久保さん。と自分がこうコメントして取り上げられてくれるだけですごく価値を感じるというか嬉しいと思います。うん。まあそんな感じですね。いってらっしゃい。